まず夢の姿を見るんです、ね。そして自分でちょっとこう弾いてみてつるねってするんですねだからその音を聞いてこ,これでよしと自分で納得して買うわけですね。 1532年が柴田家の始まりってなってますでそれ以来21代延々とずっと弓矢ばっかりです 今日というのは、えー、非常に夏が暑いんです、暑くて非常に湿度が高いで。今度反対に冬は温度は寒くて非常にいつも湿度が高いんです、でいつも湿度が高くて四、えー、つ、あのー、四季が、4シーズンがものすごいはっきりしているんです。で、竹が、竹自体が大きく育たないで小さいんです、直径が。 小さいんですけどもその厳しい時期によって育てられる竹っていうのは非常に繊維密度が高くて竹の性質が硬くて粘りが硬いんです。 弓を作る私たちにとっては非常にに作りにくい材料なんですところがその粘り強くて硬い竹が今度は弓になった時に弓の機能としてファンクションとして非常によく働くんです。で京都の弓はあのー、見た目は細くて、えー、女性っぽいんですけどもいざ手に持って引いてみると「うんなるほどこれは手強いな強いな」っていう弓が京都の弓です。 そこ持ったら抜ける、うん。はい、おっしゃ、で、テスター、テスター、ちょっとだけ伸ばしとけ。テスター、ちょ、違う違う、逆の話題。弓の機能を追求するもんであれば、そんなに、あの、対象に、あの、加飾しない。あの、いろいろな飾りつけたりはしないで、普通にシンプルに、例えば。こういう弓のように、なんていうか、あの。何も飾りがない。で、その素材の地肌のまま、そのままに、あの、仕上げてしまいます。